にちは。そうです。あー、今はそうです、ショールームに移動しました。今は地元のお友達とドライブです。ドライブ、ドライブ。なんか眠たくなるんで、このあのこの感じ、暖かさと天気。あやっぱみんな熱出てるの？やっぱ今そういう時期なんかね。季節、うん、暑いしね最近。うん、お牛か運転しない。まだ外環道って何？外環道なんでわかんの？外環道って。だいたいこういう、なんだろう、なんか囲われてるところが外環道で、ほら橋っぽくさ、あの、うん、見てないか。え、外環道っていうのはいっぱいあるの？ある。なんか上大体高速道路、あーが外環道。わいはゆかちゃんにお熱です。何言ってんの？見てわかる。もうね、夏終わっちゃいますからね。海にでも行きたいですね。花火したいってか。わかる。花火したい。バーベキューは前したけど、もうちょっと本格的なさ、バーベキューやりたい。ちゃんとね、うん。そのドライブについていきたいです。だって。カモン。可愛い女の子。エアコンにやられました。え、エアコンにやられることは最近なくなったのよか。でもホテルとかのさ、エアコンってなんかやられない？うん、あれなんなんだろうね。わかんない。わかんないよね。わかんないよね。わかんない。わかんないね。わかんない。こんにちは。そう、花火岡山で見れる。あ、そう、見れる。花火大会ですね。小野塚も一緒に浦和レッズ行こうって。いいよ、ルール分かんないけど、小野塚を浦和レッズに引き込むっていう。今日推しの舞台挨拶に行ってきた。幸せな気持ちで帰ってる。行ったことある？舞台挨拶。あ、ある。あ、違う、舞台挨拶はないけど、なんか大ヒットお礼なんちゃらみたいなのは行ったことあります。なんの？ハイアンドロー。ハイアンドロー。ほう。誰目当て？登坂。登坂は何？登坂ひろみ。ジェネレーションズ？あ、三代目か。そっか、小野塚はエグザイル系列がね、好きだった。そう、当時好きだった。それが一番その家から近いところで、うん、やってたの。やるって言って、そこにお目当ての人が来るってなったから。あー、そりゃ行くね。そう、行った。おみくん。そう、おみくんって来てる。カメラ大ヒット、今日で3回目だった。すごいね。3回目の大ヒットお礼の挨拶、すごっ。小野塚さん、LDH 系が好きなんですね。って書かれてる。小野塚さん、LDH 系好きだよね。好き。今も？え、でも今ライブ行ったりとか、ファンクラブとかは入ってない。うん。けど全然普通に曲は聴く。いや、私は本当にね、LDH 系の詳しくなくて。E ガールズの子から入った。あー。元さ、イーガールズの頃さ、うん、花村みずきちゃん、うんうんうん、
サウナすごく好き。そうなんだ。小野塚にもひき肉です。ひき肉です。この間誰かがさ、なんかお店で隣の人がやってた。ひき肉です。ゆかジャニーズも詳しく、そう、ほんとわかんないの。あのキング&プリンスしかわからない。話すからね。小野塚もキング&プリンス好きだから、小野塚がキング&プリンスの映像を DVD 流す、それはね、わかんない。ほんとにわかんない。ひき肉です。ゆかが詳しいのなんだろうな。ゆかってさ、何のアーティストが好きなイメージある？古い歌だよね。古い歌って何？昔の歌、うん、なんか 今時の歌っていうより、なんか結構前の歌歌ってるイメージ。あんたそれ、あんたそれ、私古いってでも言いたいんか。違う、違う。あんま最近の歌を歌ってないんですよね。小野塚は最近の歌歌いけど、私一個もわかんないの。それこそビッシュ、ビッシュか、ディッシュ、ディッシュか、ビッシュは結構ディッシュだな。そう、ディッシュ、ビッシュ、あ、ディッシュ、ディッシュ、ディッシュ、歌わかんない。ゆうか、おしゃれな曲聴いてる意味、何おしゃれな曲って。ゆうか、おしゃれな曲聴いてるか。うん。うんうん、だって、いや、昭和歌謡とかじゃないよね。例えば椎名林檎とか。あ、椎名林檎、確か、確かにそっち系だね。一昔前とか、一昔か、うん、一世代前、うん、一世代っていうの、もうちょっと。だからといって西野カナさんとかの代の秋はもう歌わない。ストーリーにもよく昔の歌。私ね、何歌、何聴くんだろう。誰が好きなのって、キング&プリンス。もういなくなっちゃった。平野さんですね。平野さんです。平野さんです。そう、平野さん推しらしいです。名残雪、あ、そう、私オーディションで名残雪歌ったの。え、そうなの。汽車を待つ君の横で僕はって、丸の内サーディスティック。あ、そう。あ、確か、あれ歌ったね、いか。てか、でもそれしか知らないな。平野紫耀さんはほんまにかっこいい、だって、この女の子。かっこいい。かっこいいな。確かに。まあ、まあね、みんな好きそう、みんな好きって感じよな、あの方は。なんか天才だよね。天才肌。何でも努力だけども、天才。俺はジャニーズは嵐が好き。王道、うん、王道です。誰もが好きなジャニーズね。ジャニーズなんか、うん、嵐ってほんと誰もが好きだなって思う。ハピネス聞くよ、よく。走り出せハピネス。うん、そう、ハピネス好き。なんかさ、嵐嫌いって人ってあんま聞いたことなくない？うん、ない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 。てか、いない。ストーンズとか知ってる？知ってる。いや、最初読み方本当に分かんなくて、シックストーンズ。え、でも最初はそうだったんだよ。うん。途中で変わったらしいよ、ストーンズ。でもね、メンバーは私本当にあんまり分からん。なにわ男子どうぞ。なにわ男子。なにわ男子はあんまり分かんない。分からないそうです。キンキキッズ。ああ。キンキキッズはいい歌。あれだよ、ね、クリスマスなんて、うん、そうそう、ララ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 ラのフリーズだけ知ってる。いいかな。でも小野塚と言ってたのは、あの平井大さんのライブ行きたいねって話してた。平井大さんの曲が本当に好きなの、私。聞こえるよ僕の名を呼ぶそのみたいな。キスマイも分かんないんだよな、ほんとに。これ私ほんとにね、知らない部ってたぶんほんとにあんま分かんないんですよ。
ストで出演してね、私のイベントに一般人が今日はゲストをお招きしています。私の地元の友達、小野塚です。カオス。小野塚、ちょっといつかイベントのゲストで来てもらいましょう。同じお店しか行かないし、だいたいそのコース。なんかさ、友達と遊ぶっていうことをさ、本当にあんま私しないんですよ、まあ、メンバーのことご飯とか。なんかさ、何するんだろうね、遊ぶっていうのはさ、どこからが遊ぶなんだろうね。なんか自分たちの中だとさ、ご飯行くのも遊ぶじゃない。あ、そうなの。そう、なんかそれは違うっていう人もいるじゃん。そうなのよ。昼からとかってさ、うちら今日昼からじゃん。小野塚がさ、ゆかんちまで迎えに来てくれてさ、今日で車で迎えに来てくれたんよ、小野塚でさ。私さ、12時に迎えに来てくれ、12時に迎えに行くねって言ってくれ、オッケーって。でもさ、なんか起きたの私10時半ぐらいに、10時半に起きたんだけど、あ、ソファーで寝ちゃって気づいたら、起きて目が覚めたら11時半ぐらいで、やばい、小野塚があと30分で来てくれる。で、小野塚に、ごめん小野塚、もう出ちゃったって、出てなかったら12時半でもいい、出ちゃったら大丈夫って言ったら、あ、もう出ちゃったけど、まあ12時ちょっと過ぎくらいに着くかもって言って、分かったって言って急いで準備して、で、小野塚が12時3分に荻野の家のとこ着くよって言うから、やばい、オッケー、ありがとうって言って急いで準備したんだけど、まあ12時8分になってしまって、あの、ごめんねの代わりに、あの、小三郎を召喚して、あの、可愛さで紛らわせた。超可愛かった。は、小社と初めて会ったっけ。初めて会った。小三郎をママが抱っこして、そうなんです、小野塚が今日迎えに来てくれたんです、車で。です。それバイクじゃね。あの、違うよ、ね、スポーツカー、ランボルギーニ乗って迎えに来た。埼玉でランボルギーニやばいだろ。コシャも、あのね、コシャ本当に初対面の人にうーって言うけど、やっぱり若くて可愛い女の子にはね、こうやって言ってたわ。コシャも男の子だから。そうなの、コシャは男の、あー、草加ですね、今草加に住んでる人いますか、いないか。いますかからのいないかまでの場めっちゃ短かったよ。いないもんだって、多分。こしゃかわいい。かわいかった。犬が行けるカフェとかあるのかな、埼玉に、越谷に。え、あるん、あんのかな。あんじゃない、ないのかな。
めっちゃ携帯が熱い。ちょっと携帯が熱くなってきちゃった。そろそろなんかね、動きが遅くなるの、携帯が熱くなると。わかるね、ちょうど日当たるから。あー、だからかな。ちょっとまたファンクラブ更新します。一旦終わります。あ、ちょっとランキング読む。これランキングがあるんです、13位まで。13位が涼介です。涼介さんです。12位がテラさんです。テラ。11位がトールさん。10位がみぞっち。9位がくるにしさん。みんなさ、どうやってニックネーム考えてるんだろうね、こういう。8位レイさん。7位陽一さん。6位しんじさん。5位てれてるもさん。4位ヒールスくん。3位ゆずきちさん。2位おじん、横浜のおじんさん。1位酒井さんです。じゃあ皆さん、私はこれからおのずかとガンマン役へ行ってきます。またファンクラブに投稿します。ありがとう、バイバーイ。